セント投手のホームラン、茂木が呼ばれました。そうですね、あのホームラン多かったですね。そうですね、そしてもう一人はやはりこの人も背番号3、浅村秀人。さあ、そして2打席連続ホームラン、浅村呼ばれました。今日は茂木と浅村のヒーローインタビューです。イーグルスファンの皆さん、お待たせしました、ヒーローインタビューです。まずは茂木選手にお話を伺います。先頭打者ホームラン、口火を切りました。内容どうだったでしょうか。いいホームランになってくれました。そこからチームでは7本のホームランが飛び出す展開になりましたが、今日の打線どうだったですか。すごかったですね、はい。ご自身も連続ヒットで、ここ毎試合ヒットが続いていますが、好調の要因どんなところにありますか。浅村さんです、はい。浅村さんの存在があるからということです。とてつもなく大きいです。どんなところが大きいですか。セカンドでドシってしてくれてるので、僕も落ち着いてプレーできてます。今日も大差で勝利を挙げました。この後チームとしてどういうふうに戦っていきたいですか。そうですね、今目の前の試合を全力で勝てるように頑張ります。ありがとうございました。まずは茂木選手にお話を伺いました。そして今日は2本のホームランです。浅村選手です。見事なホームランでした。内容どうでしたか。いや、一発目に茂木さんがすごい形で、チームに勢いを、与えてくれたんで、そこに乗っかりました。初回に3本のホームランが出る中で、浅村選手自身ホームラン狙っていましたでしょうか。いや、全く1本目のホームランも、2本目のホームランも、全く狙ってないんで、とにかく後ろにフラッシュがいますし、いい形で、繋ごうと思ってます。今日はチーム1試合7本のホームラン、球団記録を更新しました。そこには浅村選手の2本のホームランもあったからだと思うんですけれども、この記録についてはどのように感じていますか。いや、もうないと思うんで、もう今日で忘れて、また明日からやりたいなと思います。交流戦もまだまだ続きますが、この後の戦いに向けてお願いします。そうですね、今日いい形で、勝てましたんで、明日も全力で勝ちたいと思います。ありがとうございました。茂木選手、そして浅村選手にお話を伺いました。ヒーローのお二人には楽天スーパーポイント10万ポイントが贈られます。皆さん、今日も熱い応援ありがとうございました。また明日からも熱い応援よろしくお願いします。それではいきます。3、2、1、バーン。ありがとうございました。今日のヒーローは先頭打者ホームランの茂木栄五郎、それから2打席連続ホームランの浅村秀人、この2人の喜びの声を聞いていただきました。いや、でもね、川口さん、ゲームの中でも言ってましたけども、はい、浅村とこのブラッシュ、去年いなかった2人の存在は大きいですね。大きいですね。
とかつなぎたいと、そこに回せば何か起きるっていうね、信じてる他の選手、首脳陣は絶対あると思いますよね。浅村今日2本のホームラン、これそのホームランで2打点。